今や国の借金、どれぐらいになってるか、国の借金っていうのはなかなか他国、他の国とは比べられないもんですよね、人口が違う、財政規模が違う、いろんな原因が違うってことですね、この借金っていう部分を何で見るかっていう部分の見方の一つとして、債務対 GDP 比い、国の経済規模、国の規模からどれぐらい借金してんだってことを算出するって方法ですね、安倍さんもよく分かってるんですけど、全然やらないんですよ。 これは2017年の新聞記事、ロイターの記事、財政健全化へ、債務残高対 GDP 比を併記、なんとかの一つ覚えみたいに、えー、ずっと、なんでしょうね、プライマリーバランスみたいなことをずっと言い続けてたけれども、やっぱり債務残高対 GDP 比を併記すると言い出した。 どういうい意味かかそれれは計算式を見ればわるってことです借金の規模が自分たちの経済規模と見たときにどれぐらいになるか日本は200%超えてる大変だって話になってますよねこれ以上借金したら破綻するんじゃないかみたいな話になってるってことです国の債務対 GDP 比の出し方分母名目 GDP 比 GDP 分子名目債務額こういう形で出されます じゃあ分母名目 GDP には一応500兆円ぐらい日本の経済規模500兆円ぐらいで債務,ざ債務額が1000兆円、まあ、500分の1000っていうことですよねイコールいくらですか200%になりますこれを200%超えてるから大変だ大変だって言ってんのが今の日本ですよねじゃあ例えば借金を20兆円増やします20兆円増やしますどうなると思いますこういうことです20兆円増やすということははい 20兆円増やしたらどうなりますかってことなんですけど、下がってんですよ、大丈夫です、ついてこれてますか、要は何かというと、20兆円の借金を政府がしました、政府が20兆円の借金をして、その20兆円を皆さんに投資しました、誰かの借金は誰かの資産、政府の借金は皆さんの資産に変わるってことなんですよ、当たり前の話ですね。 これが債務残高対 GDP 比、日本は200%超えてるって話だけれども、こういうことになるってことなんです、だから完全に投資するっていう話になれば、当然これ、引き下がっていくのは当たり前じゃないかって話なんですね、じゃあ逆に借金減らそうと、借金減らせ減らせって話になってますから、20兆円、これ、減らす方向でいきます、はいこんな感じです、どうなるか、はい借金20兆円減らしましたからね。 いいくつになりましたかはい、204%増えてるやんかって話なんですで今これ日本の状態なんですけれどもこれを例えば政府の借金を皆さんに投資するという形での借金の増やし方をしていったらこれどんどん下がっていくんですよって話ですね債務残高対 GDP 比先ほど見ていただいたこの20兆円増やしたらどうなるかっていう部分に関して200%を超えてたものが下がっていきましたよって話になるわけだからってことですね だから世界ではバランスが取れた状態になってるってことです何が言いたいかっもっと支出しなきゃいけないってことですそれは税金で税金を取って支出するって考え方もあるかもしれないけれども今みたいに金利が低い時絶好のチャンスなんですよってことです例えば555万人の奨学金を借りている人たちに対してチャラにするのには9兆円のお金が必要チャラにすればいいんですよこの方法で この方法ででできるんですよどうしてやらないのってことですこれを引き下げていくためにはもっと投資が必要ってことです国の債務負担高対 GDP 引き下げていくためにはもっともっとみんなに本気で国が投資をしていけばこのパーセンテージは下がっていくんだよっていう話が1点で最後にこれだけ海洋ペぺの話だけさせてください借金がーっていろいろ言われますけれども結果、借金ではあるけれども実質財政的な負担がないってことを担保してますって話です 日銀が国債を買い取ることをカイオペと言いますと、はい、カイオペとは日銀が国債を買い取ること、はい、日銀が国債を買い取るということは事実上国の借金を日銀が支払っていることになるここまで理解できました皆さんなかなか難しいかもしれないですよね日銀が国債を買い取る部分は借金であっても財政への負担がないどういうこと という方のために国債とは何ですかっていう話からします国債って何だろう雑に言ったら借金の証文みたいなもんですよね政府がお金を借りるときに国債発行しますそれを金融機関が買いますっていう流れですよねこういうことです、はい、でお金を借りている政府は利息なども払わなきゃいけないですよねこれ当たり前ですはいでこういう状態です利息払ってます今これがお金を借りた人の役割で買いオペって何ですか カイオペとは日銀が国債を買い取ることこういうことです政府から流れた国債民間の金融機関が買い取ってくれたその民間金融機関が持ってるものを日銀が買い取るこれがカイオペでしたよねで国債の流れがこうなるのが日銀のカイオペってことですありがとうございますで日銀が国債を買い取るということは事実上国の借金日銀が支払ってることになるどういうことだと それには国庫納付金という仕組みを知る必要がありますと日銀の収入日銀に入ってくるいろんな収入から必要な経費を差っ引いた残りは国庫納付金として国に戻るんですとそれずるくないと思われた方いらっしゃいます日銀に入ってきた収入は諸経費差っ引いたら全部国に戻るようになってるんですよそういう話なんですね、はい、例えば政府から利息が支払われます日銀に 処刑費さっぴきまますすその後どうなりますか国に戻りますってことなんですね実際は借金ではあるけれども財政的には負担がない要はこれを払ったとしても処刑費さっぴった分戻るだから国の借金政府の借金を日銀が買い取るってことは借金であることは間違いないんだが結局は財政的には負担がないんだね っていうことが担保されるってことなんです日銀の収入から必要な経費をさっぴいた残り国庫納付金として国に戻る納得いかんって方のはですねぜひ日銀のホームページ見ていただきたいんです日銀のホームページで教えて日銀っていうコーナーがありますわかりやすいですなんて書いてあるか要約しますはい日本銀行が得た最終的な利益は国民の財産として国庫に納付されるこれ日本銀行法の53条で 海外の主な中央銀行でもほぼ同様の制度が設けられていますって話なんです日本だけじゃないよってこのやり方政府の借金日銀が買い取る利息を払ったりとかしても元を払ったとしてもどっちみちこれまだ戻るって話ですよね処刑費ねサッピーでっていう話です借金ではあるが財政上に負担がないっていうことを担保できるんだったらさっさと必要なところに金出せよなんですよ今本当に人々の暮らし 地盤沈下しちゃってる国が本気になるならばこのデフレの間に中古マンションを買い取る団地を買い取るそういうことをしながら敷金、礼金とか保証金のいらない初期投資の必要のない家を担保できるんですよ要は給料のうち4割ぐらいが家賃に消えるとかっていうの普通でしょもっとそこに対してお金がかからなくなれば他に消費に回るんですよって。 その人自身の生活も底上げされるし、経済活動としてももっと活発になるってことですね、他にも先ほど言った奨学金、555万人、チャラにするためには9兆円、安いもんやん。だって借金があるっていうだけで、これ、結婚できない理由の一つになりますよ、どちらかが借金背負ってるだけで、これ、両方借金背負ってたらもう絶望的ですよね、チャラにしてあげればいいやん、だって国が作り出したんですよ、若い人たちを金融商品にするために。 年間340億っていう利息を金融機関に食わせるためにわざわざ今みたいに借金制度を作らしてるんですよお金の作り,か作り方は2つある税金を集めるけれども税金の取るタイミングを間違えれば景気を冷え込ませる恐れがあるタイミングを見ながら今やっ,てなやっても大丈夫なものと大丈夫じゃないものを見極めながら税金を上げていくっていうやり方も一つでもう一つは今ご紹介した新規国債の発行 財務省に騙されないでって話ですやれることはあるんだ世界中だって成長していくために借金をしながら国を成長させていくってことをやってきた日本は20年デフレの間それをやってこなかっただから20年も30年もデフレが続くんだって話です今この国本当に投資をしていく 復活ささせせるために投資させてていいくっ2%のインフレ率、物価安定目標2%、デフレの20年から脱却、2%インフレになるまで頑張りますって国は言ってる、でも今いくつぐらい ?2% いってるいやいや、0.4%ぐらい違う全然やん、そんなん、一体何なんですか、この6年間はって話ですよ。金だけ吸って、金融市場にばっかり金がたまって。 それをを実体の市場に流し込むっっっててこことやなかった金融市場にたまった金を実体市場に回し込む世の中にお金を回すってことができるのは何かっつったらもう今の時点では新規国債発行して国が財政として出していくしかないんですよ、国が金出せです、これをやっていくしかもう救う道ない。